こんばんは、シロです。さあ、今日も深夜のシロラジオ始まりました。今日はね、ドライブしながらの、収録になっているんですけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も聞いていただいてありがとうございます。ちなみに、今日は、東京に向かっている最中でございます。もう東京都には入ってはいるんですけども、もう区には入ってるのかな。で、今回は、ちょっと対策を撮影しに東京に来ております。まあ、対策って言っても、なんていうの、模倣なんですけど、対策の模倣を作るっていう、企画で、今回来ております。ちなみにそれは表のキナチャンネルの方で、配信されますので、皆さんよかったらそちらの方もチェックしてください。今回はね、風景だけをちょっと撮りに来てるんですけども、で今月末あたりに、もう一回ちょっと東京に来て、でその時は、被写体入れて、撮影になる予定です。はい。でこれが同じ月末に撮るものと同じ作品なので、何日かかけて、撮影しないと撮れないものにはなってます。まあ相手方のね、予定とかもあるんで、俺一人でできるもんじゃないので、俺一人でできるもんやったらね、パッパッパーって通りはするんですけども、もう俺一人で撮るものじゃないので、被写体が必要にはなってくるので、それで、撮っていく予定です。でね、結構ね、面白い作品になるとは思うんですけども、ただ模倣といっても完全模倣ができるものじゃないんですよ。なんて言ったらいいかな、まあそうなんですよ。ちょっと細かいところは説明は省きますけど、それをいかに、自分のアレンジで、変えていくかっていうもののチャレンジを今やってるところです。なんかね、なんつうんかな、映像クリエイターって、なんか日本人は、なんかあんまり、なんか、なんていうの、浸透してないっていうか、結構その、かっこいい映像を、なんかなんて言ったらいいかな、なんかその、なんかまだ認知されてないというか、その映像クリエイター自体は、分かってると思うけど、なんかその映像のかっこいい映像っていうのを見るっていうなんか文化がないというのか、だからかっこいい映像作ってたとしても、なんかそれをなんかわざわざなんか見に行くっていうのがなんかあんまりなんか日本人はまだそういうのがないみたいなんで、だから俺結構表のキナチャンネルの方でアルファベットで全部アルファベットでキナチャンネルっていうところなんですけど、でそれで例えば渋谷の、スクランブルスクエアの、まあ、オープンしてちょっと経ってからやけど、あそこのなんかなんて言ったんかな、なんか PV じゃないけどみたいなものを撮ったのもあるし、で、自分のなんか PV っぽいやつを作ったのもあるし、だからそういうなんか映像なんて言ったんかな、 美映像というか、美だけじゃなくて技術的にもなんか面白いな、かっこいいなっていう映像を作ったんですけど、それがなんか別にそんなに再生回数いくわけでもなく、日本人はなんかあんまりそれが見ようとはしないみたいなんですよね。なんかそこが残念やなっていうのがあるんですけど、なんかもうちょっとなんかフューチャーされてもいいんじゃないっていう。まあでも今後、時代が動画が主流になってくるから、多分そっからようやく、映像クリエイターというところを、なんか注目されてくるんじゃないかなっていうのは思ってます。まあだからね、多分、これ多分言って分かるかとかはあれですけど、なんかゲームのプログラマーとかグラフィッカーとか、なんかそういう風なところのなんか立ち位置となんか
まあ、似てるのかなっていうところですね。なんかそのゲーム好きの人たちはなんかそのクリエイターたちをちょっと尊敬したりしてたりする部分もあるんで、だから多分まだでもそこまではまだ来てないと思うんですけど、まあ、今後だからそっち側になんのかなっていう感じですね。まあ、あと俺ね、あのモデルもやってるから、なんかモデルの方もちょっとフューチャーしてそっち側に持っていきたいなっていうのは思ってるんですけど、まあまあまあ、ただね、俺その山梨にちょっと去年から来てるから、山梨でねモデルの仕事がね全くないんですよ。だからほぼほぼ1年ぐらいモデルの仕事が止まってしまってる状況ではあるんですね。で、大阪でたまに話はくれたりはすんねんけど、その、やっぱ元々俺が今山梨にいてるっていうのがあるから、なかなかタイミングとかも合わず、仕事が受けれないっていう状況にあるんですね。で、そこがなんかもったいないなっていうのもあり、で、東京の方ではまだそのモデルとしての知名度がないから、東京の方ももうちょっと、幅利かせていきたいなっていうのがあって、ちょっとそこをね、今年は強化できたらしようかなとは思ってます。まあ、なかなかね、事務所に入ってないんで、自分でね売り込みをかけていかないといけないっていうのがあるから、まあ、去年ちょこちょこ売り込みはかけてるんで、それが今年にどう響いてくるかと、あと今年がどんだけ売り込みできるかっていうところにかかってるかなっていうところですね。まあ、結構ね、採算合わんかったりするのもあるから、あんまり安すぎると俺交通費がまずかかるから、その部分で断り入れることもあるんですね。だから大阪の方とかも安すぎると、大阪ってまあ安いんですよ。なんでそれでちょっと断ってるところもなきにしろあらずっていうところかなっていう。まあ、せっかくね、やるからにもねプラスになってやりたいっていうのもあるし、ただなんかね、そこに出りゃなんかちょっとなんかなんていう、なんか有名になるわけじゃないけど、有名になる可能性があるとか、そうなんか可能性の話であんま仕事したくないよねっていうところなんですよね。やんねやったらちょっと確実性なものでやりたいし、なんか割とね、なんかその可能性の話だけで仕事言ってくる人らがまあまあいてるんですよ。東京はちょっと分かんないですけど、大阪はまあそういうのが多かったです。あんまそういうのでね、仕事したくないんでね。まあ俺もその個人事業主でやってるんで、まあだから言うなればその社長なので、まあなんと役職的には社長という立場ではないけど、考え方的には経営者の旗を持ってないといけないんで、その収入なしのなんかその可能性だけのもので仕事は受けれないじゃないですか。だからその辺をね、今後、まあ、もともと受けてないけど、そういうのは。だからもう、ちゃんとした金をくれっていうところでね。で、あと安すぎるとね、交通費の方が結局かかってマイナスになってしまうんで、そういうのはもう受けずに、それやともう映像撮るか、写真撮るか、もうその勉強するかをやってる方が、全然、有意義な時間にはなるんで、そういうなんか中途半端な仕事はもう一切、受けないようにはしてます。はい。まあ多分ね、関西圏のモデルの子たちはちょっとうんうんって言ってくれてるかなと思うんですけども、まあ、関西圏のモデルのリスナーがいてるかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、このチャンネルもね、結構なんだろう、まあ、かなりなんかまばらみたいにはなってるから、ちょっとここもね、いろいろなんか浸透させていきたいなっていうのが、ちょっと考えております。リスナーをね、まあ、わりかし女性の方が多いリスナー のこのチャンネルではあるんで、女性の方に向けてなんかプラスになる情報であったりとか、
そういうのを、今後も発信していけたらなと考えております。はい、そういうことでね、今日も聞いていただいてありがとうございます。それではね、また次の動画で会いましょう。木梨郎でした。バイバイ。